どうも、中野実験室です。ジャンプの感想です。僕のヒーローアカデミア、関東カラーですね。ナンバー163、くすぶる炎の感想です。先週で、発災改編が、一段落して、今週から新展開という感じですが、久しぶりに寮に戻ってきた様子が、なんだか和みました。まあしかし激しいバトルの結果というのは、体にも心にも影響があった。そのように、飯田くんが言うあたりとか、少ししんみりした気持ちになりました。そういう体験をする人っていうのが、日本人、現実の日本人の中にどれぐらいの人がいるかわからないですけど、まあ、一緒に働いた人が戦いの中で死ぬというのは、まあ、ヒーローという世界を目指している高校生たちですが、まあ、やはり辛いものがあるのじゃないかと思います。と同時進行で、まあ、新展開ということで仮面講習編が、スタートしていくわけで、まあ、久しぶりに登場の轟と爆豪の視点で、物語が、続いていくような感じですが、どうもその中でも何やかにありそうな気がしますね。ヴィラン連合が、仮面試験を狙って突入してくるというのは、ちょっと先のことかもしれませんけど、まあ、他の学校の生徒とか、エンデバーとか、あるいはその歩行じゃなくて講習を担当する、まあ、ヒーローであるとか、そのようなキャラが勢ぞろいする新展開が、まあ、次回からいよいよ本格的に開始するんじゃないでしょうか。今回特に良かったのは、まあ、人の死に直面した、主人公たちのその後の心境というのをしっかり描いたところですね。まあ、いくらなんでもそんなにすぐに切り替えられることじゃないでしょうし、まあ、それらを経て、どのような成長をしていくのか、そういう部分も気になるところです。はい、っていう感じの、僕のヒーローアカデミア163話の感想でした。またお会いしましょう。さようなら。